はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日は素敵なお客様に来ていただきました。自己紹介をお願いいたします。生駒明です。はい、こんにちは。いや、素晴らしい。お久しぶりですね。そうですね、あのアルバムの、はい、あ、スピリット・オブ・カーニバル、はい、ワンの、うん、ワンの時ね。そうですね、確か2015年の9月くらいでしたよね、はい、それぶりですけど。だからもう3年ぶりの感じです、はい。僕声が今日ちょっとミノモンタで、ミノモンタです、すいません。風邪をひかれたっけみたいな、すいません。さあ、生駒さんなんですけれども、そのスピリット・オブ・カーニバル2が出ました。あ、おめでとうございます。これリリースいつですか？7月の25日です。イエイイエーイ。おそらくもうね、CD ショップに並んでいると思いますが、素晴らしい、これジャケットですね。また、ああ、嬉しいです。これどちらで撮影されたんですか？これはですね、はい、キムタカのあまりの、はい、あのカツレンのカツレン、カツレンです。世界遺産。素晴らしい。やっぱりこのね、沖縄のこの城主のこの R、 はい、かっこいいですよ、ね、美しいですしね。この真ん中で、あの生駒さんが、はい、ね、そういうと、ね、これはビデオクリップ、ダイナミックリップを撮った、はいはい、もう日に、あ、そうなんですか、はい、カメラマンの方も一緒に、うんうん、もうずっと撮っていただいて。なるほど、ね、もうこれしかないみたいな。あ、素晴らしいですね。さあ、このアルバムについてなんですけれども、はい、今回のスピリット・オブ・カーニバル2なんですが、はい、どんなコンセプトになってますか？そうですね、はい、僕はあの1の頃からもそうですけれども、はい、僕のエース、ハイパーエーサーミュージックが好きで、うん、いろんな方が、いろんなチームの、はい、よさこいやエーサーチームの方から依頼を受けて、はい、1曲ずつ作ってきたんですけど、うん、それがどんどん溜まってきて、まあ、10曲ぐらい溜まるとアルバムになって、はい、初めて僕はその自分のハイパーエーサーミュージックだけのアルバムを作ろうと、はい、ワンで、ね、思ったんですけども、はい、うん、それからまた時間が経ちまして、はい、いろんな人からの依頼曲が、まあ、今回9曲入ってますけども、はい、それでアルバムを出すことができました。素晴らしいです、はい、ある意味ですね、2015年に作ったね、その1は、はい、長いスパンなんですね、おそらくね、はい、ダイナミック琉球からぐらいの流れですよね。と、はい、いうことは2008年ぐらいからの、はい、7年間の集大成のような形で作られた、はい、でそっからの3年間のスパンなので、はいはい、コンセプトは一緒ですけれども、はい、生駒さんの中でのこのダンスミュージックに対するアプローチが少しずつ変化があるんじゃないかなと思うんですが、どんな変化？そうですね、うん、僕が一番感じることは、うん、より和風、うん、より沖縄風で、なるほど、メロディーを作るようになりました、はい、うん、というのはもう自分は割と洋楽志向だったわけですよ、昔はね、うん、それでやっぱりかっこいいメロディー、かっこいいリズムをからこう生み出すことが多かったんですけども、うん、今はその楽曲依頼があったらその地域の、例えば糸満だったら糸満の、うん、歴史や、うん、その風習をなるべく自分の音楽の中に、うん、継ぎ込みたいと思うようになって、はい、そう思ったらですね、うん、発想が全部日本の発想というか、うん、特に言葉の発想とかは、うん、まるで本当不思議なんですけど、うん、浪曲みたいなメロディーを書くようになったり、はい、それは一番の変化ですね、自分の。ね、いやね、あの今回の9曲本当に素晴らしくて、この1曲目、はい、ね、オーバイトーリー、オーバイトーリーね、これも本当にこの日本の和の言葉の美しさと、まあ、それこそ南米のリズムがうまくマッチして、はい、ありがとうございます。そのやっぱり生駒明の今までこう培ってきた洋楽世界のビート、取り入れてきたビートっていうのが、はい、うまく昇華して、そうです、ね、このダンスミュージックと、はい、なんだろう、こう融合した、そうですね、あの、うん、もっと昇華してきた感じがします、うん、昔より、はい、なんか自然というか、うん、はい、自分の中でリズムのことやその歌詞とか、はい、そのメロディーのことをあまり考えずに、うん、スッと曲ができるように、
なりましたね、うん、なるほどね、まあ、そういった意味では本当にこの和の言葉、メロディーの美しさと世界のビートがマッチした、もう生間明にしか作れない、そういうダンスミュージックの集大成が、今回のスピリットオブカーニバル2ということが言えるんですが、素晴らしい楽曲たくさんあるんですけども、もう一つの、トピックスとしては、はい、ダイナミック琉球、はい、実はアルバムに入ってないんですよね、今までね。いや、入れましたよ、もちろん。もちろん入れましたけど、うん、カーニバル1も入れましたけど、はい、その前のアルバムとかは入れなかった、うん、入れなかった、うん、でも皆さん悲しがるんです、悲しがるダイナミック琉球はないのってそう言われます、はい、必ず。それでね、うん、今回はビデオクリップを撮ったバージョンの、はい、まあこれも新バージョンになりますけど、そのダイナミック琉球が入ってます、うん、ああいいですね、はい、僕も聞かれましたよ、保育園でダイナミック琉球を踊ってるんです、はい、しかも遠くの人にそうですか、 CD ありませんか、ああそう嬉しいですスピリットオブカーニバル1に入ってます、はい、どうぞ。なんか踊る見本ありますかみたいな、今度このプロモーションビデオ見てくださいって言いますね。そうですね、そういうことですね。そうです、そうです、もうまさに、はい、ダイナミック琉球を一番最初に踊ってくれたチームっていうのは、うん、キムタカのアマールの子供たちなんですよ、ね、それが入ってる、僕は嬉しい、 素晴らしい、ありがたいことに ね、撮影協力して、うん、他にはレキオスが、はい、エイサーので、はい、踊ってくれてます。素晴らしいですね、はい、もう発表から10年の時を経て、はい、プロモーションビデオを制作しました。作りたいなとはずっと思ってたんですけども、うんうん、もうやっぱりこの曲はありがたいことにいろんな人が歌ったり踊ったりしたことがもう、うん、もうインターネット上にもたくさんあって、うん、素晴らしいですね。まあ僕が宣伝をしなくても、うん、勝手に曲の方で皆さんがもう広めてくださったので、うん、まあ作りたかったんですけど今すぐ作らなきゃってなかなか思わなくて、うん、10年経ってしまいました。ね、YouTube でも今の時代らしいじゃないですか、もうまさにペンパイナップをダイナミック琉球みたいな話です、はい、ぜひ皆さんに広めていただいて、いい、ありがたいです。いや本当にね、珠玉の名曲たくさんありますので、ぜひね、このアルバム手に取っていただいて、でライブがあるんですよね、はい、レコ初ライブが、はい、レコアツライブ、今日程覚えてます、はい、ちょっと今僕はフライヤー持ってきますよ、はい、じゃじゃん、こちらでございます、はい、10月の13日、はい、土曜日にですね、うん、時空という時空、はい、時空を貸していただいて、うんうん、で僕のライブ CD リリース記念ライブやりますので、はい、ぜひ皆さん10月13日時空、来てください、会場はですね、はい、19時、19時になってます、うん、詳細、多分、はい、そろそろ、はい、詳細ウェブサイト、Facebook とかで発表してると思いますので、はい、この辺にアクセスをしていただければ、はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします。足を運んでいただいて、はい、時空でやるということですので、ね、はいはい、もし近距離で10月の13日、はい、当イーサーと覚えてくださいね、10月13日、ね、エコハーツライブということで、さあ、ね、最後にその生間さんから、はい、メッセージをお願いしたいんですが、はい、本当にこの、はい、ワン、このスピリットオブカーニバル1が好評でですね、うん、ありがたいことに、うん、その1からまたさらに僕に曲を作ってほしい、方々が増えまして、うん、2を出すことができました。で、僕も一曲ずつ、一曲一曲念を込めてね、うん、作った楽曲ばかりです。ぜひ皆さん聴いてみてください。心踊る曲がたくさん入っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ミュージシャンの皆さんもぜひ聴いてみてください。その世界に、沖縄だったりとか日本の音楽を紹介するときにこういうアプローチもあるんだなっていうのがちょっと勉強になると思います。ぜひですね、スピリットオブカーニバル2、ゲットしてみてください、本日のゲストは生間明さんでした。どうもありがとうございました。バイバイ。